2013年某日、遠藤正明を慕う血気盛んな男たちによって遠藤会が結成された。関東地方を拠点に勢力を伸ばし続けた遠藤会は、同じく関東を拠点とする新流会と対立し、後に遠藤会事件として語り継がれる血で血を洗う抗争を繰り広げたのであった。なる